そう、それでね、学食でカレー食べてたの。そしたらみんながさ、カレー食べんだお前とか言って、それで、なんか、不思議じゃなんだってことに自分で気づいて、だから、ハリボーが主食ですっていう嘘つき始めて、それで大学4年間やったんだけど、それで62キロぐらい太ったから、結局、責任取っていただけるっていう話ですよ、本当に。この店の BGM 最高じゃない？いや。てかさ、東京であんたに会うとか変な感じするわ。変わってないね。変わってないべ。変わってないべ。強いて言うなら、ラップにハマったことぐらい。あと、お香にハマったことぐらい。かなぁ。と、あと、変わったっていうか、最近の癖みたいなやつなんだけど、素で陰踏んじゃうみたいな。そう。お題ちょうだい。東京？東京、大東京、大都会で大公開、大根買いたくてもイオンのスーパーない。みたいな。踏めてるべ。タバコの存在意義ってエモさだと思うのね。だって今まで何回も排除、排除、排除みたいな流れあったのに、それでも生き残ってんじゃん、タバコって存在は。私は、もう、卵焼き食べるのと、タバコ食べるのだったらタバコ食べる。卵焼きを食べることにエモさないから。これ伝わんないのきついな。あ、インタビュー全然いいっすよ。ウェーイ、もう友達です。ねえ、マイコマイコ、私有名人になる。テレビ朝日っすか？ねえ、やばい！菅田将暉と結婚できる可能性出てきたんだけど。あ、私一年中これです。もうハロウィン好きすぎて。待って、だって、3、4、5、6、7、待てない待てない、そんなにハロウィン待ってたら死んじゃう死んじゃう。